近くには寄らないようにお願いします。またおやつあげる合図として笛を鳴らします。ご注意ください。はい、それでは上げていきます。スナネコは北アフリカや中央アジアなどの砂漠地帯に生息している動物です。ネコ科の動物の中でも小さい種類の動物と言われていて、大人でも体重は約2キロから3キロほどしかありません。この可愛らしい見た目から砂漠の天使とも呼ばれていますが、れっきとした肉食動物です。今おやつとしてあげているのは、赤い方が生の馬肉、そしてあれ白い方が生の鶏肉をあげています。また夕方お部屋に帰ってからはネズミやヒヨコなんかも餌としてあげています。ネズミやヒヨコの骨もそのまま噛み砕いて飲み込んでしまうほど顎の力とっても強いです。野生下では小型の哺乳類や鳥類、また爬虫類などを餌として捕まえて食べています。この砂漠に生息しているスナネコ、砂漠に生息しているからこその特徴が何点かあります。まず1つ目、皆さんスナネコの足の裏見えますか？だってやってくれない。あ、見えましたか？今前の方の方ちょっと一瞬見えるかと思います。肉球の周りにも毛がたくさん生えています。これは熱い砂の上でも足の裏を火傷しないように保護する役割があると言われています。見えますかね？また耳の内側にも毛がたくさん生えています。これは砂や塵ぼこりなどが耳の中に入らないように、これも保護する役割があるのではないかと言われています。そしてこのクリーム色の体色は砂漠に溶け込む保護色となっております。このスナネコの模様で特徴的な前足の黒い2本線、これは普段単独で生息しているスナネコが繁殖期に他のスナネコを見つけやすいようにするため、またお母さんが子供を見つけやすいようにするためと言われております。それではここで皆さんに一つクイズを出したいと思います。スナネコの展示場の中に他の展示場にはあるはずのものがありません。さて何でしょうか？わかる方いらしたら声を上げてお願いいたします。お、正解です。正解は水飲み場がありません。砂漠に生息しているスナネコはこういった食べ物から上手に水分を吸収できるような体の仕組みになっています。それでは今おやつをもらっているこの4頭のスナネコたちご紹介していきます。私の目の前にいるのがアミーラ、そして右側にいるのがハディーヤです。反対側のお兄さんのところで食べているのがマシュリクとサディーカです。それぞれ4頭のお名前は、アミーラがお姫様、そしてハディーヤが贈り物、マシュリクは日が昇るところ、そしてサディーカは友達という意味があります。展示場向かって右側のキャプションに4頭の見分け方やお名前の意味書いてありますので、ぜひ今日はお名前だけでも覚えて書いてあげてください。はい、それではスナネコたちおやつタイム終了となります。ありがとうございました。はい、ぜひお写真動画撮れた方、こちらの方と交代していただきますようにお願いします。アイスリス見てあげよう。赤だと青が。